はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、抵当建物使用者の引き渡し猶予、民法395条について解説いたします。まずこれを考える上で、抵当建物の使用者ってどんな人なのかっていうところをまず押さえておきます。どんな人かっていうと、まず建物に抵当権が設定されました。この抵当不動産、まあ、いわゆるこれ抵当建物ですね。抵当権が設定された建物が C さんに例えば賃貸されたと仮定します。この場合、抵当権が設定された後に賃貸されているわけだから、抵当権者の方が強いんですね。まあ、抵当権者が勝つわけです。まあ、言い換えると、抵当権者はこの賃借人に対抗することができるんですね。一方で、賃借人は抵当権者に賃借権を持って対抗することができない、まあ、C さんが負けちゃうっていう話なんですよ。これがまず前提の状況なんですね。で、このような状況で B さんが抵当権を実行したと、まあ、競売にかけたという状況です。まあ、例えば A さんが B さんからお金借りてました。で、 A さんが B さんに返済期日になっても返済しません。だからもう B さんとしてはこれは困ったなということで、抵当権を実行する、つまり競売にかけるということですね。この建物を競売にかけます。そうすると、まあ、誰かしらが狂落するわけですね。落札するわけです。今回 D さんが狂落したと仮定します。この場合 D さんは買い受け人と言います。まあ、狂落する、競り落とすっていうのは、まあ、買い受けたということなので、 D さんは買い受け人になります。そうすると D さんっていうのは C さんが借りている建物を買い受けているわけですよね。で、この場合、この買い受けた原因っていうのは、この抵当権の実行じゃないですか。つまり、この抵当権の対抗力をそのまま D さんが引き継ぐ感じになるんですね。つまり D さんは、買い受け人 D さんは C さんに対して対抗することができるわけです。つまり D さんは C さんに対して建物を引き渡してくださいっていうふうに請求することが可能なんですね。で、そうすると C さんはこれ出ていかないといけないんですよ。買い受け人 D から引き渡し請求されたら、建物から出ていかないといけないっていう状況なんですね。で、ここでじゃあいつまでに出ていかなければいけないのかっていうのが、今回の引き渡し猶予制度の話なんですね。引き渡し猶予制度の話になってきます。これいつまでに出ていかないといけないのかっていうと、 C さんはこの買い受けから6ヶ月以内に引き渡しをすればいいんですね。つまり言い換えると、買い受けから6ヶ月間は建物の引き渡しが猶予されます。 C さんはいきなり出ていけって言われたとしても、そんな出ていけないじゃないですか。だから6ヶ月間の猶予はありますよというのが、今回の抵当建物使用者の引き渡し猶予制度の内容になります。今回抵当建物の使用者っていうのはこの C さんですね。建物賃借人です。もうこれはもうこのまま具体例を頭に入れておくといいと思います。まあ、試験でもこの内容がそのまま出てきたりしますんで、ぜひこの具体例を頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。